はい、では続きまして福井県小浜市よりエントリーの若狭踊り屋祭り和衆の皆さんです。地元の福井県小浜市でもよそこい祭りがあるということですね。ではお願いします。皆さんこんにちは。福井県は小浜市よりやってまいりました、若狭踊り屋祭り和衆と申します。今回9回目の出場になります。毎回、最後にですねこの会場でさせていただきましてありがたく思っております。本日もよろしくお願いいたします。少しお時間いただきまして秋に開催されます、小浜市で開催される、よさこい祭りについて、少し PR をさせていただきたいと思います。9月の10日日曜日に、第15回となります、三毛国若狭小浜よさこい祭りというものを開催をいたします。今年はですね35チームを予定をしておりまして、この兵庫県加古川市からもですね来ていただいておりまして、去年も30チーム、今年はまあ35チームということで、去年来ていただいたチームからは我が社の大浜のですね美味しい食材ですね、美味しいものをたくさんいただいたということで聞いておりまして、今年も大浜にですね美味しい魚でありますとか、それから若狭牛、そういった特産物をたくさん揃えまして皆さんのお越しをお待ちしております。ぜひとも9月10日、季節もいい頃ですので若狭小浜まで、高速で2時間加古川から2時間半弱ぐらいですので、ぜひお越しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは、今年はですね、夢に向かって前に進みます。ご声援よろしくお願い申し上げます。ほっ、それでは参ります。いざ、シャー！
り橋でした。ポッ、はい、ありがとうございました。若狭踊り屋祭り和衆の皆さんでした。